ディアナ・ステラート・デューデクはアメリカ合衆国イリノイ州出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーはネイサン・バーソロメー。1999から2000シーズンの JGP ファイナル女子シングル優勝者。2014年にコンサルタントの男性と結婚した。父の両親はイタリア・カラブリア州出身。母の両親はイタリア・アブルッツォ州出身である。 イリノイ州のパークリッチに生まれた。1998から1999シーズンの全米選手権のノービスクラスで優勝し、注目を集めた。翌1999から2000シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦し、JGP スケートスロベニアでは5位に終わったものの、JGP ピルエッテンで ISU ジュニアグランプリ初優勝を飾り、 そのままの勢いで JGP ファイナルを制した。2000年全米選手権にはシニアクラスで出場し9位となり世界ジュニア選手権アメリカ代表に初選出された。世界ジュニア選手権では同じアメリカのジェニーファーカークに次ぐに、翌2000から2001シーズンよりシニアクラスに参戦し ISU グランプリシリーズのスケートカナダに出場。 カール・シェイファー・メモリアルでは2位となるが、2001年、全米選手権の直前に股関節クッキンを負傷し、全米選手権を欠場。その後復帰することなく引退。引退後は、エステティックの指導者として働いていた。2016年7月11日、ネイサン・バーソロメイトのペアで16シーズンぶりに競技に復帰することが発表された。 2016から2017シーズン、ペア結成後初の全米選手権では、ピューターメダルを獲得した。2017から2018シーズン、全米選手権で、銅メダルを獲得し、四大陸選手権の代表に、選出され、5位の成績を収めた。タラケイン、ダニエル・オシェイ組の欠場により、世界選手権への出場を果たすも、 SP17 位で FS に進むことはできなかった。2018から2019シーズン、チャレンジャーシリーズには3大会に出場し、いずれも表彰台に立った。ロステレコムハイは食中毒による吐き気で大会を棄権した。全米選手権では2年連続で3位だったが、4大陸選手権の代表には選出されなかった。2019年4月7日、 バーソロ名の膝の怪我により、ペアを解消した。詳細詳細、コンペティティブスケーターデアンナ・ステロット、ハットアフター A16、イヤーリタイアメント、デアンナ・ステロット・リターンズ2、ナショナルフィギュア・スケーティング・ステージ・イン・エレンテン、ハットブラスト・フロム・ザ・パスト、ステロット・リスターツ。キャリア、ハット3・スケーターズ・ア・ディッド・トゥー・2018ワールド、チーム・ハット。 カルエラポノマレンコクレームブロンズ AT、ロステレコムカップ、ディアナ・ステラートのインスタグラム4月7日の投稿、ネイサンバーソロメイのインスタグラム4月7日の投稿。ありがとうございます。